ニーダーフィルバッハ。ニーダーフィルバッハは、ドイツ・バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区、ホーブルク郡に属する町村以下、本校では便宜上、町と記述するであり、グループアムフォルスと行政共同体の一員である。ニーダーフィルバッハは、ホーブルク市から、ほんの数キロメートル南の丘陵地コーブルガーラントに位置する。この自治体は、 コーブルクのクライトリッツ地区と直接境を接している。この自治体の南側は大きな森、リヒテンフェルスの森、単にフォルスト、森とも呼ばれるが8トル以上南東のリヒテンフェルスに向かって伸びている。西側はイッツ側の渓谷で、鉄道や工事中のアウトバーン仕様の連邦道路もここを通っている。北は名前の由来にもなったフィルバッハ川沿いの村で、 ニーダーフィールバッハの北西部でこの川は、いつ川に交流する。この町は、公式には二つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、クビのニーダーフィールバッハのみである。ニーダーフィールバッハは、1075年にベラールバック、として、ビュールツブルグ市境アダルベロの記録に、初めて登場する。この記録は、 ザールフェルト修道院長アダルベルトにこの村含む、いくつかのの領有権を認めたものである。12世紀には、修道院領から騎士領への変遷があり、これ以後、フランク王国の騎士一門の所領となった。この頃には、初めてブーアーチフリバック、フレバッハ城について言及されてもいるが、現在では、その正確な位置はわかっていない。14世紀以降、 騎士の家門であるシャウムベルク家とライツェンシュタイン家17世紀からがこの地を牛耳ってきた。その館や城はたびたび増築、改築が繰り返された。1525年にドイツ農民戦争で破壊された後にも建て替えがなされている。1575年には初めてアンダーンフルバックという名前が登場する。これはヘンネベルク家とバンベルクのバンツ修道院との 領域争いと村の分割の結果であることが指摘されている。三十年戦争では、1634年に皇帝軍、すなわちカトリック軍と名約を結んだクワチア人がこの村を焼き払った。この戦争の終結後に村は再興され、1695年に教会が建てられた。リヒテンフェルス民兵の支援を受けたニーダーフュルバッフ派の 農民とコーブルク軍との間で戦われた1763年のニーガーフィールバッハの戦いでこの地の管轄権をめぐる紛争が明らかとなった。別ーのドイツ帝国最高裁判所は結局コーブルク側を排除する調停判決を下した。ライゼンシュタイン家が断絶した後はポルツヒとリヒテンベルクの領主が1773年から1818 18年までこの領有した。 1803年までは、ニーダー・フィルバッハは、バンベルクの報道連合に加わっており、バイエルン王国の支配下にあった。バイエルン王国の首相モント・ゲラス・伯爵と、ザクセンイコール・コーブルクイコール・ザールフェルト公国の、レオポルト公使との間で合意がなされた1811年の、コーブルク第一条約で、当初は、その統括権について、争いのあった、ニーダー・フィルバッハ。 北部と、ウンターフィルバッハ、南部は、共にザクセンイコールコーブルクイコールザールフェルト公国、1826年以降は、ザクセンイコールコーブルイコールゴータ公国のものとなり、合併して、大きくなった。1817年に、リヒテンシュタイン家の当主は、館と城を、ザクセンイコールコーブルクイコールザールフェルト公国の、レオポルト公子、後のベルギー王。 レオポル一世に売却した。1859年にこの町は新たに開通した鉄道路線コーブルク・リヒテンフェルス線の駅が設けられたが、現在ではこの路線は廃線となっている。1918年に君主制が終わり、成立したコーブルク州は1919 19年の住民投票により1920年バイエルン州に編入することとなった。 これによりニーダー・フュール・バッハも結局バイエルン州の一部となったである。1996年、建築家、クロット・ダンクバルトは、維持費の不足から撤去が予定されていた城を買い取り、大掛かりな改修を行った。図柄、金と黒に旧分割された下地の上の高い位置を、青い波だった線が斜めに横切り、銀の翼が描かれている。ニーダー・フィール・バッハの北西に、 コーブルックから南へ向かう道路と南東へ向かう道路の分岐点がある。一方は、イッツタールで建設中の北から南へ伸びるアウトバーンに接続する連邦道路 B4。もう一方はここから東に向かう B303 とに分かれる。この他にも、鉄道のコーブルックからリヒテンフェルスへ行く路線、ベラ鉄道と廃線になったロサッハへ行く、イッツグルンと鉄道の分岐も小町にある。 ニーダーフュールバッハには現在駅はなく、最も近い駅は約 1.5km 北西に位置するコーブルクのクライ暗リッツ地区にある。ニーダーフュールバッハからほんの数百メートル北にコーブルク飛行技術研究会のコーブルクイコール、シュタインリュッケン競技飛行場がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。